セドリック・マブ・アティ・ジェラルドは、コンゴ民主共和国金シャサ出身のサッカー選手。レアルワビーレ s c f 所属。コンゴ民主共和国代表。13歳でアトレティコ・マドリードのカンテラに入団した。アトレティコ・マドリード B で数年過ごしたが、トップチームでの出場機会は少なかった。2010から2011シーズンには、西軍ダ・ディビシオンの CD ・ヌマンシアに期限付き移籍した。 ヌマンシアでは多くの試合に出場し、2010から2011シーズンには40試合出場、9得点と結果を残した。すると、翌年にはヌマンシアへ完全移籍し背番号を10に変え、チームに貢献した。2012から2013シーズンも37試合3ゴールと結果を残したが、そのシーズン終了後当時、プリメーラ・ディビシオンに位置していた。 レアルベティスへ完全移籍で加入した。ベティスに移籍後、開幕戦のレアルマドリード戦でプリメーラ、ディビシオンデビューすると、先制点をアシストし、UEFA ヨーロッパリーグにデビューした。チームは、最下位で、セグンダ・ディビシオンに降格した。次のシーズンになると、出場機会を失い、シーズン中に CA をさすなえ期限付き移籍した。その後、アメリカを排除。 コロンバスをホームタウンとする MLS コロンバスクルーと契約を締結したがヨーロッパのシーズン終了までおサスなでのプレーを続けた。コロンバスクルーでは2015シーズンに MLS で準優勝した。2016シーズンが終了するまでコロンバスクルーでプレーするとユーカムムムルシアへ加入。約2年半ぶりにスペインのクラブに加入した。ありがとうございます。